回のがれちゃんが、東京ドームにね、取材に行きました。で近藤選手と見事にね、昔からの馴染みという友達ということで、インタビュー取れましたけど、他はちょっとね、なんかいろいろなんか照れたりいろいろしてるところがありましたけど、あれ以降を今週見るんですよね。あれ以降慣れたのがれちゃんっていうのね、慣れたというか、初めほぼ近藤くんはね、ちょっと知ってたっていうのもあるので、もう次の方が初めてに近いですよね。ちょっと意味わかんないんだけど初めてだけど、初めて。ごめんなさい。わかりました。反省して、大丈夫ですね、質問何するかは。はい、打席ですよね。打席に立った時に何を考えて、そうですね、立ってますか、ポイント。そうなんですよ。ピッチャーだったら、打者の何を見て投げてるか。お願いしますよ、まずその2つはしっかり聞きましょう。はい、あと照れない。そうです、そうです。照れちゃうんです。これ取材できることもすごいから、ほらもうスター揃い。はい、すごい、すぐそこでした。でも選手たちをこうやって見ることないでしょう。はい、ないです、ないです。すごい、なんかプロ野球選手って感じですよね、やっぱね。でかい、みんな大きいですね、ほんと体が。選手は試合前やっぱこうやってまだウォーミングアップから、で結構みんなちゃんとやってますね。軽くじゃなくてしっかりと。しっかりです。こうなりたくて子供のとこから頑張ってる。一部だから、こんな見れるんですね。氷山の一角の人たちだからね。こんな近くで見れないで。見れないですか。あ、周東選手、柳田さん、でかい一人。でかいでしょ、柳田さん、かっこいいでしょ。迫力がある。ボスって感じ。ボス、キャプテンですから。てか試合前これやってるんですね。初めて知りました、こういうこと。ウォーミングアップ、やっぱね、大体のチームみんなやってますよ。怪我しちゃいますもんね。そうよ、簡単に声かけられない空気ありますよね。無理だね、かけられないね。気持ち分かった。ここはね、ここはちょっと無理だ ね、 ね、ここはもう絶対もうレンズ入ってるから。すると、あの球界の神、おけちゃう。どこですか、どこですか。ベンチにいます。はい、そうなんですよ。なんか飲んでます。会長、うわ、会長だ。なんか飲んでます。え、会長いたんですか。会長、いらっしゃって、コーヒーかしゃい。この時、横まで行って、あ、こんにちはって言うんだよ。野球の神様だよ。おー、来てくれるから。本当ですか。素晴らしい。神様、神様、会いましたね。会長の挨拶してますよ。こういうのが取れるっていうのはすごいな。今日勝てますね。ほら、俺、うちの番組止まってくれるんだから。すいません、本当に。どうですか、でも生栗原さん、いつもコメントをいただいてスタジオで。そうですね、あの、本当にコメントありがとうございます。いやいや、もう見てます、YouTube。 本当ですか。この前も見ました。マジで。ずっと緊張してるんです。絶対嘘でしょ。いや、本当なんですよ。何に緊張するんですか。ずっと緊張してるんですよ。なんで、なんで、なんで緊張してるか言ったよ、もう。それ、それ、それ全然何言ってるか分かんなくなってる。今、喋ってるんですか。今、喋ってるんですけど、ちょっと、見て、ちゃんと顔見て。なんかこう、圧倒してます。圧倒してます。どうぞ、栗原さんに。はい、質問があったら。なんか質問ありますか。お前への質問はいらねえよ、この番組で。これ聞かれたい。聞いてくれよ、選手のこと。そうなんですか。質問。え、違う、違いますか。僕が言う質問する。違います。なんか俺にこれ聞いてみたいな。俺にこういう質問した。新しいですね。そうっすね。なんやろ、難しいっすね、それ。あ、でもキャッチャーもできるんですよね。私もキャッチャーだったんですよ、実は。あ、本当ですか。いいね、いいね。え、今は全然やってないんですか。今全然やってなくて、でも取れます。取れる、取れます。すごいっすよね。いや、そうなんですよ。なんで人が変わったかのように静かになってるんですか。ちょっと恥ずかしいんですよ。すごい恥ずかしくて。仕事してください。いや、だからそう、今そうなんですよね。目の前にいるから。はい。作
さんが本当に助けてくれました。打席に立つとき気にしてることありますかって聞きたいって言ってましたよね。そう、打席に立つとき気にしてることってありますか、はい、全部飛ぶのやめてもらっていいですか。気にしてること、はい、あ、なんですかね、難しい、集中力で打つ。集中力ど結構いい方ですか。今年はすいい、なんとかそれでカバーしてるって感じですかね。今日の西武戦どうですか、はい、ピッチャーいいっすね、いいピッチャーですよね。ピッチャーいいっすね。なんとか早い回に点取りたいですね、はい、大丈夫でしょう。東京ドーム好きなんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあ、栗原さん、これ僕聞きたいんですけど、栗原さん好きな球場っていっぱいあるじゃないですか、全国、はい、どこ一番好きなんですか。ベスト3ってあるんですか。ベスト3、知りたい、うん、3位がペイペイ、ペイペイ3位なんだ、はい、2位東京ドームじゃないですか、1位は、ってことは1位は1位ね、松田好きなんですよ。へぇ、広島ね、なんか球場が好き、すごい盛り上がり方が気持ちいいもんね。でも松田ちょっとメジャーっぽいっていうか。あ、そうですね、はい、芝とか、ね、芝とかいいですね。あ、そうなんですね、はい、ここが好きですか、やってる選手もあんだね、そういうのが。私はでも結構外でみんなでワイワイするのも好きなので、あの、何でしたっけ、神宮です。神宮です。あ、はいはい、神宮いいっすね。なんか神宮のうどんも好きで、食べたことない。去年怪我されて、僕その試合見てたんですよ。え、何が起きたんですか。切れた、人体が切れちゃって。痛い、痛い、うん、何ヶ月で1年、1年、やっぱ1年かかるんですね、はい、大変すぎる。そうです、もう今年怪我しないでください。頑張ります。お菓子とかあんま食べちゃダメですよ。ラーメンとか。お菓子食べちゃダメなの。なんかマクドはいいですか。マクドの月2回まで。2位、あ、じゃあ食べる。ちょっとあんまりね、でお菓子質問全部飛びすぎですからね。皆さん本当去年悔しい思いした人ですからね、はいはい、今年爆発してほしい。爆発してください。頑張ります。ポンポン打ってください、はい、応援してます。ね、これグッズです。ありがとうございます。番組の、わ、すごい嬉しい。使ってください。貼ります、キャリーケースに。え、嬉しい。うわ、ヘルメに貼ります今日。うわ、嬉しい。ヘルメットもこんなのあるんですか。すごい、貼る貼る。じゃあそれめっちゃ写真撮ります。はい、撮ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。よっしゃ、ありがとうございます。ちょっといいですか。大丈夫です。ちょっといいですか。ちょっとちょっといいですか。ちょっと明美さん、はい、何ですか質問飛ぶって。そんな、お、クレさん、お、クレさん買ってくれた。嬉しいね。すごい。いい人だ。してくれたんだ。ありがとうございます。いい人すぎる。涙。いい人でしょ。涙。こんな距離詰めてんのに。うん。え、何？キャノン。すげえ。私すごかったですね。それ本当に早いよね。すげえ。こんな至近距離で。いい音。うわ。打撃とキャッチャーだったからキャッチングどっち、あの、明美さんは気になりますプロ。でもなんか打ち方みたいですね。打ち方。人それぞれ。打ち方全然違うじゃないですか。全然違う。この人はこういう打ち方なんだとか。私だったらあの人にこういうボール投げたいなとか、構えるところとか。これ終わったら見れます。いただきます。はい、お、シュートさんが打席入りましたよ。シュートさん入りました。指示に従って慌てずに落ち着いて攻防していただきますようお願いいたします。頑張れ。お客様に感染予防のお願いです。こまめな手洗い、消毒を心がけ、席チケットを守っていただきますようお願いいたします。さあ来ましたよ、柳田さん、刑事部入れます。どこに来た。うわー、すごかったです。めちゃくちゃすごかった。この時点でビビるよね。はい、ポンポン入れますよね。ポン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 入ってました。何食べたらああなるんですかね。鳥か。鳥もそうだけど他もでしょ。お肉とかね。キャッチャーすごいです。キャッチャーすごいです。キャッチャーどっちも見てるんですよ。今目がもう追いついてなくて。ほら、はいよ。だ、なんか、はい、お願いします。
うわおこれはさせないで盗塁できないこれ絶対できないなんかどこ見ても面白いですねサードファーストバッターボックス全部、うん、でもやっぱりこうやって間近で見て練習のこの声とか聞いてから試合を見るとやっぱ応援したくなりますねいやもう今すごい試合もうソフトバンクを好きにならない理由がないいいこと言ったまさかね、まあ、これを言いに行きましたその前に番組やってるからね本当ですよ本当ですよおまあ野原ちゃんちょっと また照れてるところありましたけども、うん、まあ栗原選手がねいい方ですから、はい、結構ああやっていろいろ乗ってくれたけども、はい、私に質問ありますってのはもう前代未聞ですよねいやあれはね時間ないのに違います私に質問ありますかじゃなくて、うん、あの何か聞かれたいことありますかっていう私に何か聞かれたいこと私に何か聞かれたいことありますか何様だよてめえてめえに聞かれてえことなんかねえわって俺が野球選手だったら言うかもしんねえよ優しいから優しいからね本当に優しいからどうだったでも初めて喋ってみて栗原選手あの距離で苦力ありましたね、うん、オーラがバーンってきて全部バーンって抜けちゃいましたすいません今だったら落ち着いて今もう一回考えるとすると栗原選手に何聞きたい何聞きたいですか、うん、なんかピッチャーのどこを見るかなってあの練習した時ピッチャーが、うん、私バッターやってた時に、はい、結構ピッチャーのその時のコンディションとか 見てたんですよ相手ピッチャー、はいうん、今日ちょっといつもよりちょっと遅いなとか、うん、ちょっと荒れてるなとか、うん、なんかそういうのとかちゃんと 見たりとかするんですか、うん、っていう試合前にとかそれを聞いてほしいのよそうなんですよやっぱ野球経験者だから、はい、その野球経験者の目線のやつ聞いてほしいのよ分かってるんですよ、うん飛ぶんですよ何でしょう飛びすぎなんですよそう飛びすぎちゃうんですよね、うん、でも私思ったことがあって一ついいですか、うん、今 VTR 見て思ったんですけど、うん、栗原選手、うん、私の顔あんま見てくれなかったんですよゆうみちゃんの時すごい見て話してくれてたんですけど、うん、なんか私のやつあんまなんか見てくれてなかったんでいやで照れてんの栗原選手本当ですかでその空気感を野原ちゃんが出すから出しちゃってます栗原選手も照れちゃうわけよあなるほどもっと普通にこうやると向こうも喋りやすくなるでしょあそれは本当にアイムソーリーですね本当にアイムソーリーです反省してくださいそこはおはようございますうわ出た江川さんだ守る方が僕緊張してていざ始まる前に、はい、斉藤和美さんから、はい、かっこいい